ルカによる福音書第15章。さて、主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話しになった。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、と言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。またある女が銀貨10枚を持っていて、もしその1枚をなくしたとすれば、彼女は明かりをつけて家中を掃き、それを見つけるまでは注意深く探さないであろうか。そして見つけたなら、女友達や近所の女たちを呼び集めて、私と一緒に喜んでください、なくした銀貨が見つかりましたから、と言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがあるであろう。また言われた。ある人に二人の息子があった。ところが弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、そこで宝刀に身を持ち崩して財産を使い果たした。何もかも浪費してしまった後、その地方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮し始めた。そこでその地方のある住民のところへ行って身を捨てたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。そこで彼は本心に立ち返って言った。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。そこで立って父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め哀れのを持って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に剥がせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました、無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために小屋に一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒に会って、あなたの信頼を食いつぶしたこのあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。すると父は言った。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、
また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。